青学大まさかの完敗、原監督の戦略が狂った理由とは。青学大の原晋監督は出雲全日本大学選抜駅伝で3位に終わったことについて、1区のスローペースが影響し後続を引き離せず、5区での爪の甘さが響いたと振り返り、駅伝の難しさを改めて実感したと述べました。みんなの反応。青学の出雲駅伝は毎年同じパターンで負けてるね。3区までは良い位置にいるけど、4区と5区で失速しちゃうんだよね。今年も4区でトップを譲って、5区の若林選手が後半で失速して勝負が決まっちゃった。4区と5区を走れる選手を育てないと勝てないと思うよ。鶴川、朝日、太田の選手たちは良い走りをしてたからもったいなかったね。でも國學院は強かった。平林選手と篠原選手の戦いは面白かったし、平林選手が途中で仕掛けて勝負を決めたのはさすがだったね。青山は残念だったけど、國學院は素晴らしかった。駒澤大学と青山学院大学、國學院大学の三つどもえのレース展開が予想通りで、全日本が楽しみですね。距離が長くなり人数も増えると他の大学も狙ってくるので、駅伝班としてはワクワクします。青学は距離で弱いね。平林が悪条件でも涼しい顔で走ってた。國學院が青学の三冠阻止で全日本と箱根が面白くなった。僕は塩出くんが良かったかもね。一区で鶴川は気味がかったけど、思ったほど差がつかなかった。黒田くんのところで20秒くらい差をつけたかったけど無理だった。降りた君が走るし、全日本に期待。國學院は層が厚くて、後ろ村くんや高山君もいる。今年は國學院がリードかな。出雲は距離が短く区間も少ないから総合力がなくても戦えるけど、失敗が命取り。青学には安定感がないから一番難しいかも。駒澤がライバルで、佐藤選手が負傷で今日は負けた。全日本も難しい戦いになりそう。鶴川の駅伝戦力化は成功してるみたいで、箱根の1区はほぼ決まりって感じだね。原監督はハーフ適性を伸ばすのが得意だけど、鶴川には卒業後もトラックで活躍してほしいから、やりすぎないでほしいな。出雲での5区6区はあまり良くなかったみたいで、チーム事情は厳しかったのかも。でも太田と若林が怪我なく練習できてるのは良いことだね。全日本の後ろ2つと箱根まで何もなければ安心できそう。黒田が山川に負けたのは心配だね。本来は篠原と平林と競り合わなきゃいけないはずだから。若葉のメンタルと熱さでスローペースは予想ない。でも IB リーグが我慢したのは意外。吉田響がレースを変えたね。鶴川が最後の 500m で差をつけたけど、結果は予想外。駒澤も頑張ったけど勢いが足りず、駅伝の面白さですね。箱根では青学がピークを合わせてきそう。駒澤の本物の指導が國學院の監督に引き継がれ、素晴らしい対決が実現した。国母学部院大学おめでとう。後半すごかったね。駒澤大学も春の心配を吹き飛ばす結果でよかった。青学も全日本と箱根で行きたい。青学の選手たちはかっ飛ばせ大作戦で表彰台をキープしててすごいね。メンバーが変わってもメダルを取れるのは本当に素晴らしいよ。今日は宇田川くん、若林くん、太田くんが本調子じゃなかったみたいだけど、体調や外気温の影響もあるのかな。篠原くんと平林君が強敵だったけど、練習を重ねて強くなってるんだね。今日は國學院大学が一番調子良かったみたい。鶴川君や黒田くんのタイムも良かったし、次の全日本で優勝を目指して頑張ってね。青学はトップと1分差の3位で悪くないけど、出雲駅伝は距離が短くてスピード勝負になるから、青学の選手層なら1区から逃げ切る戦略もできたかもね。野村が抜かれたけど、黒田がトップに立って若林が奪い返した時分かったと思った。でも島子に粘られ、上原に抜かれてダメかと思った。平林と篠原を追う太田が逆転するとは思わなかった。優勝後バラエティに出すぎたね。青学は勝負強さが足りず、駒澤も平林君の走りに打ちのめされた感じ。國學院は最強ランナー揃いで失速は許されない。次の伊勢路に向けて動揺してるかもね。國學院大の健闘を称えたいです。選手は競走馬じゃないし、鞭を打てば走るわけじゃない。箱根駅伝での活躍に期待。箱根スペシャルなチームになりつつあるけど、監督が三冠の重圧に潰された感じ。でも伊勢、箱根で上げていくはず。勝ち負けはどうでもいいけど、まさかって表現は好きじゃないな。選手のコンディションやモチベーション、メンタルとかいろいろな要因があるからね。
勝った選手やチームがまさか勝てるなんてっていうのはわかるけど、第三者が勝手に言うのはちょっと。野球やサッカーでも予想が外れたからってまさかっていうのは、勝った方に失礼かなって思うんだよね。出雲駅伝は距離が短く順位変動が激しい。全日本も楽しみ。青学は箱根では強いけど、出雲は距離が短いから苦戦してるのかも。全日本や箱根では強い選手が揃ってるし、新入生も強いのに上級生ばかり使ってるのが不思議だね。持ちタイムは参考になるけど、ロードレースは一発勝負だから違うってことだね。三つどもえは当たってた。原監督の言う通り、1区でリズムが狂って3区でリードできず、全日本では國學院と駒澤が有利かな。誤算はあったけど、他校も強かったし、ベストでも勝てなかったかも。駅伝の魅力はそこだね。太田選手も素晴らしかったよ。青山は箱根で勝つ手場を受け、合言葉は箱根で始まり、箱根で終わる大作戦。出雲や全日本は話題性が薄いから、箱根で全国化を目指して頑張って。全日本まで時間がないから、結果が影響するかも。箱根で立て直す可能性もあるけど、出雲で結果が出ないと不安になるかもね。太田も全日本や箱根を考えて、全力じゃなかったね。青学は期待外れのレースだったけど、箱根が本命っぽいね。青学は箱根駅伝に全力投球で、他の大会にはあまり力を入れてないみたい。箱根は最高の宣伝になるからね。みんなの反応としては、青学の4区と5区の弱さが指摘され、國學院の強さが称賛されています。少数意見としては、選手のコンディションやメンタルの重要性を強調する声もあります。当チャンネルの意見としては、青学大の出雲駅伝での戦いは特に4区と5区での失速が課題として浮き彫りになったと感じます。選手たちの個々の力は素晴らしいものの、総合力と安定感が求められる駅伝では特定の区間での強化が必要です。國學院大の平林選手のような安定した走りが勝利への鍵となるでしょう。全日本や箱根での巻き返しに期待しています。